はい、皆さんおはようございます。今回は第91回、すいません。第91回目のですね、英語講座でやっていきたいと思うんですが、番外編でお送りしてます。っていうのも全然、単元が違いますよね、今回はね。分子構文の副子的用法というふうな、単元なんです。単元というところなんですけれども、これなぜかというと、前回ね、現在完了の話をしていたときにコメントを視聴者の方からいただいて、これがちょっとどういうふうに説明したらいいかわからないので、動画お願いしますというふうな話をいただいたので、私の、している限りの説明をさせていただきます。もしこれがちょっとでもね、参考になれば嬉しいなと思います。で、まだまだ私も理解浅いと思うんで、なんか間違っていることがあれば、これはちゃんと叱っていただければなと思います。はい。というわけで、やっていきたいと思いますが、分子構文、今まで全然導入してません。なので、だいぶ単元飛んでるよっていうことを、まずはお見せておきください。これは高校レベルかな？高校の普通に高2、3レベルになると思いますが、じゃあその基本的な分子構文のところまでは、まあ分かってるというふうな、体でいきますね。はい。で、ポイントですけれども、分子構文を副詞的に使ってるっていうことなんで、どういうことかというと、ここで出てくる4つの文は全部コンマで、区切っております。ね。コンマで区切っております。副詞っていうのは常にコンマで区切れるような、扱いをするんで、例えば、therefore とかやったら、それゆえにとかね、まあ、あれは接続詞にもなるのかな。unfortunately とかいうのもそうですよね。あれは、残念なことにってありますよね。あんな感じで unfortunately って言ったら絶対コンマ入れますよね。はい。なんでそんな感じでコンマを入れるときに、こういうふうな副詞の分子構文が使えるんだということを、まあ、頭に覚えておいてほしいなと、頭に入れてほしいなと思っています。はい。で、それをやるときにですね、主文との関係を抑えるっていうのがすごい大事だと思います。主文との関係を抑える。ていうか、これが考えられたら、まあ、訳はなんとかなりますよっていうことをお伝えしたいですね。はい。で、どういうことかというとですね、ここで出てる4つの文は全部このコンマが入っています。コンマ、コンマ、コンマ、コンマですね。コンマの前とコンマの後、コンマの前と後、コンマの前と後、コンマの前と後というところで、前と後がどういうふうな関係になっているのかなっていうのが分かればいいんです。関係です。なので、今日のキーポイントは関係ですね。関係性を抑えるというところが非常に大事なところだと思います。はい。で、もう一つ、大事なポイントとしてはですね、ING と、過去分子、まあ、現在分子か過去分子かっていうところを選択しなきゃいけないわけですね。分子構文っていうのは、そこが非常に大きなポイントになると思いますが、それをするときに、されてるのか、しているのか、ね、するかされるかの、どっちの関係なのっていうことをちゃんと把握しておくことが重要です。しているのであれば、これは ING、現在分子になりますし、されているのであれば、過去分子に、ED になりますよね。もしくは過去分子形になりますよね、ということで、そういうふうな基本的な、現在分子、過去分子の区別と主文との関係を抑えるというこの2点、これが非常に大事なポイントだと思っています。はい。というわけで見ていきましょう。1番目ですね。looking at the pictures, comma, I thought about the old days. ね。looking at the pictures, comma, I thought about the old days. はい、というわけで、まず、ロッキングと来てます。はい。なので、見ているですね。何々しているですね。見られているではありません。これは3番目にあります。見られているですが、見ている、自分が見ている、もしくはここの主語が見ているですね。この場合は I なんで、私が見ているでいいです。じゃあ、何を見ているかというと、pictures ですから、さ、写真ですね。この前、僕の、娘がですね、お父ちゃんの結婚式の時の写真見せてっていうのでですね、写真集のアルバムを見せたんですよ。それで、喜んでたんで、それをちょっと、思い出した、わけですね。なので、この写真を見る、で、まだこの見るの後で、どんな、なんていうんですかね、つながり方になるのかが分かりません。なんでかっていうと、I thought about the old days というふうな文章との関係がまだわからないからですね。前半だけじゃ訳は確定しません。後半見てみましょう。I thought about the old days なんで、その当時のことについて思ったですね。まあ、思い出したみたいな感じですね。はい。なんで、写真を見るっていうのと当時を思い出すっていうことの間の関係は何ですか？主文との関係。主文ってこれですね。SV ですから。その関係は何ですかというと、写真を見たのでとかも言えますし、写真を見て、見た時とも言えますし、写真を見てみたいな感じで、連用形で捉えることもできますよね。なんで、その中でですね、まあ、一番多いのは、ね、写真を見て当時を思い出したぐらいですかね。写真を見て当時を思い出してね。なんで、別に何々してっていうふうな役にはなってますけども、別に写真を見たっていうことがトリガー、引き金になって思い出したっていうことを考えれば、写真を見たのでって訳してもいいと思うんですね。はい。
写真を見た時にでもいいですよ。When I looked at the pictures でも構いません。なんでここはかなり幅の広い、訳出になると思います。分子構文の中でもね。はい。でも、他の場合はですね、ちょっとずつ訳は限られてくるところあると思いますので、絶対に分子構文っていうのは一つの訳しかないというふうに思う必要はないと思います。はい。それが一つ目。なので、ここの、主文との関係っていうのは何々した時、時間、そして何々したので、原因、そして何々してっていう連用形というか、何々した時、何々して、うん、っていうふうな並列のつなぎ方って言ったらいいのかな。はい。っていうふうな関係があると思います。で、2番目。Not knowing what to do, he kept silent. Not knowing what to do, he kept silent. ということでですね、今回は主語が he になっていますね。はい。He kept silent ですから、黙ったままだったっていうことですね。黙ったまんまだった。はい。で、not knowing what to do, knowing って来ているので、知っているっていうのが、まあ、来てますね。現在分詞になってます。こっちはルッキングでしたね。で、not がここに前についてますと。なので、分子構文を否定するときには、まず not を一番最初に持ってきます。はい。not knowing ですね。not knowing。knowing not ではないです。knowing not ではないです。で、何をするべきかわからない。彼は黙ったままだった。っていうふうなのが、まあ、この2つのベタ訳ですね。じゃあ、その間の関係って何なんでしょう。ね。これはほぼ1位に定まると思いますね。訳文としてはね。つまり、何をすればいいかわからなかったので、わからなかったので、彼は黙ったままだったっていうこと。これは理由になります。原因、結果ですよね。原因、結果、まあ、理由、結果と言ってもいいですね。はい。なんで、この文章はもうほぼ、原因を言ってるんだってことはわかりますね。なんでかというと、何をすればいいかわからなかったから、黙ったままだったですよね。何をすればいいかわからなかった時に、彼は黙った。ちょっと変ですね。何をすればいいかわからなかった。黙ったままだったのもおかしいですね。連用形もおかしいし、何々の時もおかしいし、っていうような感じで、これは原因というふうに位置に決まるだろうという話になります。はい。で次です。3番目。Seen by the house owner, the thief ran away. Seen by the house owner, the thief ran away. というふうな文章ですけども、ここはどうなってますか？ ING はありますか？ないですね。じゃあ、これは今回は過去分詞なんじゃないのということで、こちらになりますね。はい。seen、見られたってことですよね。C の過去分詞形ですから、まず、ハウスオーナーですから、まあ、大家さんって言ったらいいのかな。はい。もしくは、その家を所有している人、家の人に見られた。家の人によって見られた。thief、まあ、盗賊というか、まあ、盗みですね。ずっとは逃げていったんですよね。これはどうでしょうか？これも、原因結果になるんじゃないですかね。seen by the house owner ということで、その家の人に見られたので、泥棒は走って逃げていったということですね。走っていった。なので、ここは原因と結果になりますね。はい。原因と結果になっています。はい。大丈夫でしょうか。で、まあ、ここまでの説明、ちょっとだけお伝えしておくとですね、副詞っていうのはどういうふうな働きをするかっていうところ、ちょっと難しいと思うんですが、述べておきたいなと思います。知っている方も多いと思いますけれども、副詞っていうのは、英語では adverb なんですよね。adverb って言います。なので、これがどういうことかというと、あるっていうのは、まあ、助けるみたいな感じで思ってもらったらいいです。はい。で、verb っていうのはもちろん動詞なんで、これで助動詞ですかって言われたら違うんですけども、助動詞ではないです。けども、動詞に修飾するってことですね。動詞を助けるっていうことですね。はい。なので、そういうふうに考えてもらえばいいです。例えばですね、こんな文章あると思います。dance beautifully とかね。dance beautifully ね。最後の一文行く前に、ちょっとだけこれは解説させてください。こんな感じに、dance beautifully って書いたときに、美しく踊るっていう風な意味じゃないですか。なので、美しく踊るっていうのは、beautifully っていうのが、副詞、adverb になってるわけですが、これがダンスにかかってるよね。動詞にかかってるよね。っていうことですね。はい。なので、ここが大事です。で、あとは、beautiful っていうのは、beautiful woman っていうように、ごめんなさいね。beautiful woman ね。これは beautiful っていうのは形容詞ですけれども、何にかかってるかというと、もちろん、woman っていう名詞にかかってるわけですね。かかってるものが違いますっていうことが大事です。副詞っていうのは動詞にかかっていて、これ動詞でございます。
beautiful woman というのはもちろん名詞にかかって、noun にかかっていますっていう、この違いがまず分かっていないといけないというのがあります。ね、あの動詞にかかるのが、副詞、だから adverb というふうに言いますと、はい、では。ちなみに形容詞は adjective って言いますけどね。はい、というわけで、こういうような違いがまず副詞と形容詞にはあったねっていうことを考える。であとは副詞っていうのはその独立した形でも使えるわけですね。なのでこういうふうに、使っています、うん、はい、というわけで最後言っておきましょう、4番目ですね Spoken in English The TEDx talk was watched globally、Spoken in English The TEDx talk was watched globally っていうふうな文章ですけれども、まずこれが英語でスポークンですから話されているですね。なので受け身になってます。あの過去分詞になってますね。Spoken in English 英語で話されているので The TEDx talk was watched globally。 この TEDx の、トークは、世界中で見られた、視聴されたということですね。まあ、私が昔 TEDx 神戸で、トークをしたので、そこで、やったので英語でやりました、僕は。なのでそこで、いろんな方に見ていただけた。まあ、視聴回数何万回とか全然言ってないんですけど、でも、なんていうんですかね、英語でやるとですね、やっぱりその発信母体というか、見ていただける母体、視聴者の母体というのは増えますよね。ということで、英語でやってよかったなとは思っています。うん、で、ここの、関係ですけれども、英語で話されている、で、TEDx トークが、地球上、世界中で見られたっていうのは、もちろん理由になってますよね。英語で話されたので、世界中で見られたというふうな関係になります。これも理由ですね。はい、ですというわけで、まあ、今回ちょっと理由系が多かったですけれども、あとはこのふうな Looking at the pictures, I thought about the old days っていうのは、何々した時とか、何々、まあ、したのでって言ってもいいけど、ちょっと意味は、どっちかというと何々してぐらいがちょうどいいですよね。見た時でもいいですね。はい。っていうのが近いかなと思いますが、何々したのでっていう原因と結果っていうのも、まあ、無理やり当てはめれなくもないと思いますね。はい。というわけで、こういうような用法が違うんだ、用法じゃない、意味が違うんだけれども、じゃあどうやって見分けたらいいのっていうのは、もちろん主文との関係を抑えるわけですから、後に出てきてる、コンマの後に出てきてるやつが、前の方とどんな関係になっているのっていうのが分かれば、自然と日本語は出てくるよねっていうことになります。はい。というふうなわけでですね、分子構文の副詞的用法というところを私が理解した限りでやりました。もし視聴者のね、コメントをくださった方がですね、いや、この話じゃないんだけどなとか、もしかしてちょっとずれがあるかもしれません。その場合は、コメントで叱っていただければ嬉しいです。それに基づいてまた動画を作っていけたらいいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい。今日は以上になります。ありがとうございました。